モニカル・インスキーは、アメリカ合衆国の実業家、社会運動家。ホワイトハウス実習生時代に、ビル・クリントン元大統領との不倫ス・キャンダルで、世界中のマスコミの注目を浴びた。カリフォルニア州サンフランシスコの東欧ユダヤ経営医師の家に生まれ、ロサンゼルス市内のビバリーヒルズで過ごす。オレゴン州ポートランドの大学を出た後、3通の推薦状を得て、 ホワイトハウス実習生になった。推薦状は実質的には政府交換や政治家のコネであると言われる。クリントン元大統領と一時不倫関係にあった。1994年、クリントンがアーカンソー州知事時代の部下だったポーラ・ジョーンズにセクハラで告訴された。その後半の中でクリントンはルインスキーとの関係を否定したが、これがもとで偽証疑惑が浮上。 スター特別検察官が捜査を開始した。クリントンから私と関係があったことは裁判で言わないでくれと念押されて困った。ルインスキーは電話で同僚に相談したが、話を聞いてしまった同僚は裁判で自分までもが偽証することを拒否し、モニカとの電話内容をテープで公表した。こうして1998年1月に当時のクリントン大統領との 不適切な肉体的関係不倫騒動が世界のトップニュースとなり、モニカルインスキーは一躍有名人となる。その後ルインスキーが大統領の精液がついた青いドレスの存在を明らかにし、クリントンは血液採取と DNA 鑑定を受けることになった。精液が別人のものである確率は、欧米人で7兆8700万人に一人という結果が出たため、 8月19日、クリントンは法廷証言とテレビ演説で不適切な関係を認め、事態は前代未聞のスキャンダルに発展した。しかし会員は大統領弾劾訴追したものの、上院が無罪の氷決を下し、この事件に幕が引かれた。1999年には大統領との敬意を綴った暴露本、モニカの真実を出版。 彼は性的な親友だと思っていたと記しつつ、しかも、クリントン大統領自らが認めているのに関わらず、肉体関係を持っていたことは否定。2000年には、ダイエット商品の CM に出たり、オリジナルバッグを扱うオンラインショップを開設したり、起業家としての活躍も報じられた。また2006年には、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの大学院に進学したことが報じられ、 翌2007年には終始号取得。現在ブランドオーナーとしてグリーニッチビレッジで暮らしているという。2015年3月に久々の公の場としてテットに登場し、当時の心境を告白した。さらに自身も経験したネットいじめの危険性を訴えて話題となった。さらされた屈辱の値段テッドトーク、モニカルインスキーさん、テットで雄弁に語る。 自分の過去を避けて通るのはやめにしました。ありがとうございます。